おい、パスポートがない。どういうことだ？クレジットカードもない。あらあら、そうなの。それは大変ね。空港で健一が青ざめた顔でマミに説明し、二人はその場でパニックに陥ったそうだ。パスポートがなければ帰国はおろかどこにも行けない。さらにクレジットカードがなければ航空券のお金すら払えない。なんでないんだよ。お前何か知らないのか？ああ、ごめん。うっかりしちゃってた。実はね。私の名前はナオミ、35歳の会社員だ。夫の健一とは結婚して4年になる。私たちの出会いは今思えば偶然によるものだった。それは私が仕事で手掛けていた大きなプロジェクトがきっかけだった。あるクライアントとの共同プロジェクトで、私の会社と彼の勤めている外資系金融機関が一緒に仕事をすることになった。その当時、私は大手 IT 企業の企画開発部門でチームリーダーを務めていて、クライアント対応に追われていた。そんな時に現れたのが、クライアント側の担当者であった健一だ。初めての顔合わせはプロジェクトの初期打ち合わせでのこと。会議室に入ってきた彼は高そうなスーツを着こなし、冷静な表情で私たちに挨拶した。はじめまして、外資系金融機関の健一と申します。本日からこちらのプロジェクトを担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ナオミです。これから一緒にいいプロジェクトにしていきましょう。そう言いながら私は彼に手を差し出した。握手を交わした瞬間、彼の手が温かくしっかりとした握手があったのを今でも覚えている。健一はどこか自信に満ちた態度を崩さず、まさに仕事ができる男の象徴というような雰囲気だった。その後、プロジェクトが進む中で、健一と私は頻繁に連絡を取り合うようになった。彼は仕事に真剣で、プロジェクトの進行にも細心の注意を払っていた。時には意見がぶつかることもあったが、実は私はそんな彼の姿勢に次第に好感を持つようになっていたのだ。私たちが仕事の話から少しずつプライベートな会話を交わすようになったのは、プロジェクトが大詰めを迎えた頃のことだった。プロジェクトのプレッシャーでチーム全員が疲れ果てていたが、健一だけは冷静に進捗管理をしていて、その姿に私は心から感謝していた。今日は長い一日だったね。お疲れ様。その日、遅くまで働いていた私に健一が声をかけてきた。オフィスの他のメンバーはすでに帰っていて、残っているのは私と彼だけだった。お疲れ様、健一さんもね。今日は本当に大変だったけど、あなたのフォローがあって助かったわ。私がそう言うと、健一は少し照れくさそうに言った。いや、ナオミさんこそよく頑張ってたよ。おかげでいいプレゼンができた。もう少しで終わるけど、今夜は少しリラックスした方がいいんじゃないか。そう言って健一は不意に、近くに新しいカフェができたんだけど、どう？一息つきに行かない？と誘ってきた。私は驚いたが、すぐに疲れた頭の中で答えを出した。いつも仕事ばかりで、こうしてリラックスする時間が必要だと感じていたからだ。そうね。ちょっと休憩も必要かも。私たちはそのカフェに向かい、夜遅くでも賑わいを見せるおしゃれな空間に足を踏み入れた。少し照明が落ち着いていて、音楽が流れる居心地のいい場所だった。カウンターに座り、私はカフェラテを頼んだ。健一はブラックコーヒーを注文し、私たちはしばらく無言でカップを手にしていた。こういう時間、最近は取れてなかったよね。いつも仕事ばかりで。健一がふとつぶやく。そうね。私も毎日追われてばかりで、自分のことなんて考える余裕がなかったかも。私は同意しながらふと健一を見つめた。普段の仕事中とは違い、少しリラックスした彼の姿が新鮮だった。こんなに話しやすい人だったんだと感じたのはその時だった。ナオミさんってすごいな。チーム全体をしっかりまとめてる姿を見ると尊敬するよ。突然の褒め言葉に驚き、私は思わず笑ってしまった。そんなに大したことしてないわよ。ただみんながうまくいくようにと思ってるだけ。いや、本当にすごいよ。俺最初は少し緊張してたんだ。君がいつも自信に満ちてるから。
でも一緒に仕事してみたらすごく頼りがいがあるし、いつも前向きに進めてくれるから安心できるんだ。健一の言葉は真剣だった。私はその時初めて彼が私をどう見ていたのかを知った。そしてそんな彼に対して私自身も特別な感情を抱き始めていることに気づいた。それから数週間が過ぎ、プロジェクトは無事に成功を収めた。チーム全員で打ち上げがあり、その夜私たちは大勢の同僚と一緒に飲み笑い合ったが、打ち上げの終盤、健一が不意に私に声をかけた。外の空気少し吸わないか。私はうなずいて店の外に出ると夜風が心地よかった。しばらくの間健一と並んで歩いていたが、彼が突然立ち止まった。直美さん、今日はありがとう。プロジェクトが終わってこうして一緒に過ごせたことがすごく嬉しいよ。彼の声は真剣で、私を見つめる目に迷いがなかった。私は驚きながらも彼の気持ちが伝わってきた。健一さん、私もあなたと一緒に過ごすのが楽しいわ。その言葉が私たちの関係を大きく変えた瞬間だった。健一はその場で私の手をそっと握り、さらに続けた。ナオミ、実はずっと君のことを考えてた。君と一緒にいるとすごく安心するし心地いい。俺、君のことをもっと知りたいし、もっと近くにいたいんだ。その告白に私は驚きと喜びが入り混じった感情を抱いた。今まで仕事のパートナーとして接してきた健一が私をそんな風に見ていたなんて思わなかった。私も健一さんと一緒にいると安心するし楽しいわ。私がそう答えると健一は照れくさそうに笑い、さらに手を握り直した。じゃあこれからはもっと二人で時間を作ろう。仕事だけじゃなくてプライベートでもね。こうして私たちはただの仕事仲間から特別な関係へと一歩踏み出した。その後私たちは順調に交際を続け、数年後には自然な形で結婚の話が出るようになった。ナオミ、君とずっと一緒にいたい。俺と結婚してくれないか。私は驚きと嬉しさで涙がこぼれそうになりながらも微笑んでうなずいた。もちろん健一、私もずっと一緒にいたい。こうして私たちは結婚した。結婚後の生活は穏やかに進んでいた。健一とは特に大きなトラブルもなく順調に夫婦生活を送っていたし、仕事も安定していた。けれど私には一つ気がかりなことがあった。それは妹のマミの存在だ。マミは自由奔放な性格で両親を心配させることが多かった。彼女は現在一人暮らしをしているが、定職にはついておらずフリーター生活を続けている。彼女はその生活に満足しているようだったけど、私はやはり不安を感じていた。両親も同様で、特に母はマミがこのままで大丈夫なのかしらと断るごとにこぼしていた。そんな中ある日、私と両親は突然とんでもない報告を受けた。マミが実家にやってきて、少し照れくさそうに私たちを前に座らせた。どうしたのマミ、こんなに急に来るなんて珍しいわね。母が心配そうに声をかけたが、マミは何やら口ごもっていた。ねえ、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、とマミがつぶやく。実は私、妊娠してたの。え？私たちは耳を疑った。ちょっと待って、マミ、それって本当？結婚もしてないのに、相手は誰なの？
湧き出す時が来たのだ。健一は私の返事に安心した様子でその場を離れたが、私の心の中には復讐の炎が静かに燃え続けていた。そしてその炎が健一たちを飲み込む時がすぐそこまで迫っていたのだ。ふざけてるわね。そしてついに出発の日がやってきた。ホノルル国際空港に到着し、日差しを浴びながら義母や義父と一緒にハワイの空気を楽しんでいた私たち。しばらくしてマミが隠し子を連れて現れた。マミも偶然同じ時期にハワイに来てたんだよと、健一が何事もなかったかのように言い訳を始めた。その言葉に私は内心怒りがこみ上げてきたが、表情には出さずに淡々と対応する。そう、本当に奇遇ね。私も知らなかったわ、あなたがハワイに来る予定だったなんて。私は微笑みながらマミを見つめた。すると彼女の顔が一瞬こわばったが、すぐに軽く笑って肩をすくめた。ああそうなの、実はちょっと急に決まったのよ。ハワイに行くなんてめったにないから思い切ってね。彼女は焦った様子で言葉を紡いだが、明らかに言い訳めいている。その薄っぺらいごまかしに私はますます疑いを深めた。健一とマミが同じタイミングでハワイにいるなんてどう考えても偶然ではない。急に決まったんだ。へえ、それにしては準備がいいのね。でも健一はどうして先に知っていたのかしら。私には何も言わずに。私は探りを入れるように健一に視線を向けた。彼の顔も一瞬こわばったのを私は見逃さなかった。健一は少しだけ目をそらし、ぎこちなく笑いながら言い訳を始めた。ああ、それはたまたまマミと偶然メッセージのやり取りをしていたんだよ。海外旅行に行く話をしてたら、ちょうど同じタイミングでこっちに来るって聞いて、じゃあ合流するかって話になっただけさ。そう、たまたまね。私は静かに言葉を返しながら、内心ではその曖昧な説明に憤りを覚えていた。健一とマミが連絡を取り合っていた理由なんてもう知っている。全ては不倫関係の延長で、隠し子と共にハワイで一緒に過ごすための計画だったに違いない。それをたまたまと片付けようとする健一の態度に私は怒りをぐっと飲み込んだ。その時マミは何事もなかったかのように2歳の隠し子を抱き上げて義母に差し出した。この子ずっとお母さんに会いたがってたんですよ。お母さん、ちょっと抱っこしてもらえませんか？義母は突然の申し出に少し驚いた様子だったが、すぐにニコニコしながら子供を抱き上げた。まあ、可愛いわね。この子、なんて名前だったかしら。翔太です。翔太もおばあちゃんと一緒に遊びたがってると思います。マミは必死に場を和ませようと子供をあやして義両親の気を引くように動いていた。健一もその間に何とか話題を変えようと、笑顔で義父に旅行のプランについて話しかけた。父さん、明日の観光はどこに行く？せっかくだからノースショアに行かない？義父は健一の話に乗り、旅行の計画について話し始めた。義母はすっかり孫に夢中で、マミと健一の不自然なやりとりには気づいていない様子だ。子供をあやす義母の姿を見ていると、一瞬だけ私の心に苛立ちが生まれた。義両親は何も知らない。目の前で演じられている茶番劇の裏側に潜む裏切りの数々を。だが私はその怒りを抑え、冷静さを保つことに決めた。今ここで感情を爆発させるのはまだ早い。全ての証拠が揃い、彼らを逃げられなくする時が来るまで私は静かに見守る必要があった。お姉ちゃん、家族勢ぞろいで楽しいね。ええ、楽しみね。明日は素敵な一日になりそうだわ。私はそう言いながら微笑みを浮かべたが、心の中では別の計画が着々と進行していた。健一とマミがどれだけごまかそうと、この旅行が終わる頃には彼らが二度と立ち上がれないようにしてやる。義母も特に疑問を抱いていないようで、まあせっかくだからみんなで楽しみましょうと言っていたが、私の頭の中では復讐の計画が着々と進行していた。ハワイでの滞在中、私は健一とマミの様子をじっくり観察し、全てを記録していた。
ともみが仕込んだ証拠を集めるための最新の機器は完璧だった。二人が密会するたびに彼らの会話や写真はすべて収集されていく。隠し子も含めてすべての証拠が揃った。夜ホテルのバーで義家族が楽しんでいる間、私は部屋でともみと電話をしながら静かに作戦会議を開いた。これですべて揃ったわね。やる？もちろん仕掛けは万全、あとはタイミングだけ。最終日のディナー、そこは個室で私たちしかいない空間。私はついに仕掛けを決行することに。皆さんお疲れ様でした。素敵な旅行になりましたね。ところで、ある人たちに素晴らしいサプライズがあるんです。私はそう言ってカバンから小さめのモバイルプロジェクターを取り出して白い壁に映像を投影した。大画面に映し出される映像、義両親も夫も妹も一体何が始まるのかとワクワクしている様子だった。だがそこに流れてきた映像を見て固まった。それはケンイチとマミが手をつないでキスをしているシーンから始まる。義母と義父は言葉を失い、ケンイチの顔が青ざめた。マミは慌てて、何これ、一体どういうこと、と大声を出した。マミさんとケンイチが、まさかこれって不倫？義母がそう叫ぶ。違う、これは何かの間違いよ。なんだよこれ、消せよ。何変なもの流してるんだよ。そう言われても私は絶対に映像を消さなかった。どうしてこんなこと、あなたたちは何を考えてるの？義母が涙ぐむ。そんな中私は冷静に言った。ケンイチは私を裏切り、私の妹と隠し子を作ったんです。今そこにいる2歳の子供はケンイチの子ですよ。そんな。義両親は驚きの事実を聞いて固まっていた。彼は偶然と称して私の妹と隠し子をこの家族旅行に連れてきたんです。全てを隠した状態でね。本当に最低ですよ。ここにいるみんなを騙してきたんですから。ケンイチ、あなたって子は本当に最低だな。自分の嫁を裏切っただけでなく、その嫁の妹と関係を持ち隠し子まで。それにこの子が2歳ということは約3年以上も関係があったということになるんだろう。確かにそうよね。え、ナオミさんとは結婚してからちょうど4年ね。それじゃあ結婚をしてたった1年であなたは浮気をしたの？なんて最低なやつなんだ。お前みたいなのが息子で恥ずかしいぞ。それはその。義両親に責められ、ケンイチはしどろもどろになっていた。マミの方もまさか全てがバレているとは知らずに顔を青くしたまま固まっていた。家族水入らずでハワイで楽しいディナーを取るはずが、とんでもない修羅場となってしまったというわけだ。結局離婚についてや慰謝料については帰国後に改めて話すことにして、この場はお開きとなった。義両親ももう食事をする気にもなれなかったようだ。義両親に全てがバレた後、ハワイの楽しい家族旅行は一気に修羅場と化した。義父も義母もケンイチとマミに対して激怒し、私はその光景を冷静に見守っていた。食事の席は完全に凍りつき、結局この場で離婚や慰謝料の話を詰めるのは無理だという結論に。帰国してから話し合いましょう。私がそう言うと義両親もうなずき、ディナーは早々にお開きとなった。その晩ホテルに戻った私は冷静な態度を保ちながらある準備を進めていた。ベッドの脇に置かれたケンイチのバッグをそっと手に取り、中を確認する。財布の中にクレジットカード、そしてバッグの中にパスポートがそこにしっかりと入っていることを確認した私は、慎重にそれらを抜き取り自分のバッグにしまい込んだ。これで彼らが簡単には逃げられなくなるわね。私は静かに心の中でそうつぶやいた。翌日、義両親と私だけで先に帰国することが決まった。空港での出発前、義父が冷たくケンイチとマミに向かって言い放った。お前たちの顔なんか見たくない。自分たちでどうにかして帰れ。ケンイチとマミは少し驚いたような表情を見せたが、反論することもできず、おとなしく従っていた。だが、この時彼らはまだ自分たちの危機に気づいていなかった。
私たちが飛行機に乗りハワイを離れ日本に帰国した頃、健一から電話がたくさんかかってきた。おい、パスポートがない。どういうことだ。クレジットカードもない。あらあら、そうなの。それは大変ね。空港で健一が大ざめた顔でマミに説明し、二人はその場でパニックに陥ったそうだ。パスポートがなければ帰国はおろか、どこにも行けない。さらにクレジットカードがなければ航空券のお金すら払えない。すべての手段を奪われたことに気づいた彼らは途方に暮れ、どうすればいいのか考えあぐねて私に電話をしてきたというわけだ。なんでないんだよ。お前何か知らないのか。ああごめん、うっかりしちゃってた。実はね、健一のクレジットカードとパスポートを持って帰ってきちゃったみたい。ごめんなさいね。はあ、ナオミ、なんでそんなことになってるんだ。お前それ絶対にわざとだろう。その泥棒が。人聞きの悪いことを言わないで。ちゃんとお母さんたちに渡しておいたわよ。それじゃ困るんだよ。今そのカードとパスポートが必要なんだ。早くお金を送金してくれ。頼む。俺たち帰れないんだ。その声を背後で聞いていたギフが怒鳴り声を上げた。お前が悪いんだ。自分で何とかしろ。ナオミさんに迷惑をかけるんじゃない。健一は一瞬言葉を失ったようだったが、それでも必死に食い下がろうとした。しかし、ギフの厳しい一括により、彼はそれ以上何も言えなかった。マミの声は聞こえないので、きっと絶望しているのだろう。私は彼女に向かって皮肉交じりに提案した。マミ、困った時は両親に頼るのが一番よ。どう？実家に泣きついたら？だがマミはその言葉に対して、そんなの無理よと小声で言った。彼女が躊躇しているのも当然だ。自分の親を騙し続けていたことがバレるのは怖いに違いない。何せ産んだ子供が実の姉の夫との不倫の末にできた子だという事実なんて口が裂けても両親には言えないだろうからだ。でもこのままじゃ海外でホームレスに。マミは小さくつぶやいた。その時彼女は深い葛藤を抱えていたのだろう。でも異国の地でホームレス状態になる勇気なんて彼女にはなかった。両親の叱責を覚悟し、マミは最終的に泣きながら両親に電話をかけ助けを求めたらしい。両親は最初妹の泣き声に驚き、何が起こったのか理解できていなかったようだが、事情を聞くうちに呆れ返ったという。案の定父は怒り狂い、電話越しに怒声を響かせたそうだ。なんてことをしたんだマミ、お前は何も分かっていない。自分の愚かさが招いたことだって分かってるのか。しかし2歳の孫を放っておくことはできないと考えた両親は、マミと健一が必ず返済することを条件にしぶしぶ送金をしたらしい。両親の信頼を裏切り続けてきたマミに対して、二度と同じ過ちを犯さないよう厳しく叱責したことは言うまでもない。その後、帰国した健一とマミはすぐに私の実家に呼ばれた。二人とも憔悴しきった顔をしており、心身ともに疲れ果てているようだ。両親に対して顔向けできない様子のマミは、椅子に座るとすぐに頭を下げ、何も言わなかった。義両親もその場にいたため、健一も恐縮しきった様子でひたすら謝罪の言葉を繰り返すばかりだった。お前たちこれからどうするつもりだ。父が静かに問いかける。その言葉にマミはただ泣きじゃくりながら、ごめんなさい、こんなことになるなんて思わなくてと繰り返し、健一も何も言えないままだった。質問の答えになってないわね。言っておくけど、私たち全員あなたたちのこと許さないから。お父さんたちもお母さんたちもあなたたちを援助することはないわ。自分たちで子供を養いながら、私にしっかりと慰謝料を支払ってね。彼らは絶望して顔を青くしたまま固まっていた。本気でとんでもないことをしてしまったと後悔しているのだろう。だが今更そんなこともう遅い。私は友人のともみを呼び、これからのことについて二人に話してもらった。実はともみは敏腕の弁護士だ。彼女は淡々と妹と夫の不倫についてどれくらい精神的に私を追い込んだかを説明し、慰謝料の金額を示した。500万だと。そんなの支払えるわけないだろう。健一が声を荒げ、妹のマミも驚きの表情でともみに目を向けた。
支払えるわけないですって。ともみは冷静に微笑みながら書類を一枚テーブルに置いた。では裁判で争うことになりますね。裁判所があなたたちの行為と私の友人でもあるクライアントに与えた精神的苦痛を判断することになるでしょう。それでも構いませんか。ともみの淡々とした口調に健一は何も言い返せずしどろもどろになった。そんな裁判なんて。マミも同様に焦り始め、無理だよ、裁判なんてしたらもっとお金がかかるじゃないと健一に小声で訴えた。彼らが互いに顔を見合わせる様子は滑稽だったが、私は冷静に見つめていた。その時、義父が椅子を大きく引き、健一を一喝した。お前が悪いんだ、自分で蒔いた種だろうが、裁判になろうと自分で何とかしろ。義母も怒りに満ちた表情で続けた。ナオミがこんなに辛い思いをしているのに、まだ責任から逃れようとするなんて、私たちが許すと思ってるの。私の両親も同様に怒りを表していた。私の父は健一とマミに向かって冷静に言い放った。お前たちは家族だけじゃなく社会全体を裏切ったんだ。ちゃんと自分の行いに責任を持ちなさい。健一とマミは完全に追い詰められた様子だった。そして健一は義父にまた叱られ、マミも何も言えなくなり、最終的には二人ともしぶしぶ慰謝料を支払うことに同意せざるを得なかった。その後、健一とマミは親族や家族からも見捨てられ、二人だけで子供を育てる生活を送ることになったようだ。だが、マミの自由奔放な性格は育児や生活の制限に耐えられるものではなかった。生活は貧しく、慰謝料の支払いにも追われる日々が続く。いつもの無責任さが顔を出し、マミは次第に不満を抱くようになっていった。そしてある日、マミは子供を置いて逃げてしまったそうだ。その知らせを受けたのは健一からの必死な連絡だった。彼は電話口で泣き声混じりに訴えた。ナオミ、頼む、助けてくれ。マミがいなくなって、俺一人じゃ子供を育てられないんだ。お願いだ、もう一度話を聞いてくれ。だが私は健一の頼みをすべて無視した。私の中で彼に対する感情はすでに完全に消え去っていた。健一は次に義両親に助けを求めたが、彼らは息子に対しても容赦なかった。子供に罪はないから引き取るが、お前とはもう終わりだ。お前なんて息子だと思っていない。もう家に戻ってくるな。義父は健一を冷たく追い出した。健一は最悪の形で自らの行いの代償を払うことになった。職場でも嫁の妹と不倫して子供を作り、その妹にも逃げられた男としてバカにされ、肩身の狭い思いをしながら仕事を続けているそうだ。辞めることもできず、養育費と慰謝料の支払いに追われながら、彼はただ働くしかなかった。一方でマミは自分の行いに対する責任を放棄し、ホストにはまっていると風の噂で聞いた。借金を繰り返し、今ではその返済にも追われ、借金取りから逃げ回る生活を送っているらしい。もはや彼女がどうなろうと私には何の感情も湧かない。自業自得なのだから私の知ったことではない。その一方で私は自分の人生を取り戻していた。仕事に打ち込む毎日が続き、最近では昇進も果たした。新しいプロジェクトを任され、ますます仕事が楽しくなってきている。今は仕事が充実しているので、もっと仕事に集中し、キャリアを築いていこうと思っている。義両親とは今も定期的に連絡を取っている。彼らは健一の行為によって傷つけられた私に対して常に優しく接してくれていた。彼らもまた息子に裏切られた被害者だ。だからこれからも定期的に交流を持ち続け、彼らとは仲良くしていきたいと思っている。また私は友人のともみと旅行に出かけたり、週末には新しいカフェを開拓したりと、楽しい独身生活を謳歌している。特にともみとの旅行は日常のストレスを忘れて心からリフレッシュできる貴重な時間だ。先日もともみと一緒に温泉旅行に出かけて、美味しい食事や温泉を楽しみながらいろんな話に花を咲かせた。最近仕事ばっかりでしょ。もっと自分のための時間も作らないとね。ともみが笑いながら私に言った。
そうね、ともみの言う通りかも。でも仕事も楽しいからつい打ち込んじゃうんだよね。そう返すと彼女は、まあナオミらしいねとまた笑った。仕事のことや将来のことをともみと語り合う時間は何にも変えがたい充実したひとときだ。そしてこれからは新しい趣味を見つけたり、自分の人生をもっと楽しむための活動に挑戦していこうと思っている。私にとって今は自由と充実感を満喫する時期だ。かつての出来事はもう過去のことで振り返る必要もない。自分らしくこれからの人生をしっかりと楽しんでいくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。もしもしお姉ちゃん。ひとみどうしたの？私さ、子供を妊娠したんだよね。私のお腹の子、ケント君の子供だよ。つまりあなたのお腹の子と同じ父親だってこと、わかる？え？私は妹の発言にびっくりした。いい？ケント君の子供を妊娠したからさ、あなたはもうこっちに帰ってこないで。私は妹の言葉に全てが吹っ切れた気がした。もうケントのそばにいること、その手をずっと握っていたいという願望から解放されたのだ。うん、あげるわ。どうぞどうぞ。むしろありがとうね。私の名前はさゆり、28歳の会社員だ。私はつい最近憧れていたケントという男性とお付き合いすることになった。彼は大学時代の先輩だった。ケントは当時からスラッと背が高くすっきりした顔立ちのイケメンだ。所属していた陸上部では1年生にして大会に優勝したりと活躍していた。当時高校生だった私は大会で初めて彼を見て恋心を抱いていたが、その思いは胸に秘めたまま卒業。淡い初恋の思い出だ。そんな憧れるだけの存在だった。それから私は彼がいる大学に入ってケントに会いたくて、私は陸上部のマネージャーとなった。しかし彼には当時付き合っていた彼女がいたので恋愛に発展することはなかった。そして彼は大学を卒業してしまい、私も社会人になって離れ離れに。もう彼に会うことはないだろうなと思ったのだが、ある日私は彼と運命的な再会を果たしたのだ。それは私の職場の同僚が結婚をした時のこと。結婚式に参加した私はいきなり後ろから声をかけられた。もしかしてさゆりか？え？私が振り返るとそこになんとケントがいたのだ。ケント先輩、どうしてこんなところに？新郎が俺の高校時代の友達なんだよ。私は新婦が同僚でして。そうだったのか。いやー、びっくりしたよ。私もびっくりしました。でも久しぶりに会えて嬉しいです。よかったら結婚式の後に2人で飲みに行こうぜ。はい、ぜひ。私は彼と飲みに行くことになってすごく嬉しかった。ケントは社会人になっても相変わらずかっこよかった。そしてその時の再会がきっかけで私たちは付き合うことになったのだ。私はずっと憧れていた彼との交際が始まってものすごく嬉しかった。それからケントからの提案で交際を始めて、すぐに一緒に生活をスタートさせた。いつもさゆりのそばにいたいという優しくて甘美な言葉に誰が拒否できるだろうか。私はまるで赤べこのようにうんうんうなずいてすぐに同意した。これまでの恋人たちとは一線を画するケントは、まるで全知全能の神のように何でも完璧にこなす人だった。ちょっと言い方が大げさだけど、それは彼がよくフレンチ料理を作ってくれるからだと思う。ケントが作る料理は一流レストラン顔負けの美しさと美味しさだった。フランス産の鴨の包み焼きに季節の野菜を添えてトリュフソースで味わう。家庭でこんな豪華な食事ができるなんて夢のようだった。また私の誕生日にはギターを奏でながらさゆりのために作ったんだよと言って、私にオリジナルの曲を披露してくれた。その温かな旋律は心地よくて聴いていて幸せな気持ちになった。そして特別な日でなくても彼はサプライズで私を喜ばせた。さゆり見てごらん、これで日々の疲れを癒して。そう言って最新型のマッサージチェアを購入し、まるで雲の上にいるような至福のリラックスを提供してくれた。いつも頑張っているさゆりにご褒美だよという彼の気遣いにはいつも心から感謝していた。しかしその喜びもつかの間、私はふと気になって値段を尋ねた。すると80万円という予想をはるかに超える金額を彼は言った。私はものすごく驚き、喜びよりも価格に焦点を当ててしまった。あのさ、
いつも言ってるけどそういうのやめてよ。尽くしてくれるのは嬉しいんだけど、もうちょっとお金のことも考えてほしいんだ。私がそう言うとケントは少し残念そうにしていた。ケントは常に私を幸せにしようと努力してくれているが、その方法が時には純粋に受け入れられないこともあった。最初はケントのことを本当に優しくて素晴らしい彼氏だと思っていた。だがたまにの贅沢なら問題ないが、ケントはたびたびお金をかけすぎる傾向がある。食事を頼むとフランス産発酵バターや新鮮な伊勢エビを選び、普通の肉じゃがでさえ A5 ランクの和牛を使用する。その一皿にかけた食材費が5000円もしたと知ると、私は料理の美味しさよりもショックの方が大きかった。ああ、泣くほど美味しいよね、俺ってやっぱ本当に料理の才能があるよね、と無邪気に話すケントだが、問題は食材だけではなかった。例えば趣味のギターを20本以上コレクションし、少しでも興味を持つと漫画全巻を購入する。またプラモデルやフィギュア、愛らしいぬいぐるみまでも衝動買いする。購入したマウンテンバイクは一度も使われず、インテリアと化してしまい、ケントの部屋だけでなくリビングまでもが彼のコレクションであふれかえっていた。私たちが暮らしていたのはファミリー向けに設計された広々としたマンションだったのだが、ケントの買い物癖のせいで驚くほど手狭に感じられる。二人暮らしなのだから本来はもっと広く感じられるはずだろう。ケントは収入内での購入だから問題ないと一貫して主張していた。私は度重なる浪費に対して繰り返し警告したものの、彼には届かなかったようだ。この前の80万円もするマッサージチェアは今までにない高額な買い物だったし、これからも油断しているとありえない買い物をしそうだ。もうちょっと金銭感覚をしっかりしてほしいかな。でもね、サユリは肩こりがひどいから心配だったんだよ。喜んでほしくて、笑ってほしくて、マッサージチェアが必要だと思ったんだ。ケントは私の手を握りながら熱心に語った。彼の行動は純粋に私を思ってのこと。高級な料理もテレビアニメを見ていた時に可愛いねと言った漫画を買ってきてくれたのも全て私のためだった。ケントの散財には胃が痛むが、その背後にあるのは紛れもない優しさで、だからこそ彼を遠ざけられずにいた。さらにケントの優しさは私だけにとどまらず、地域の清掃活動や子供向けのサッカー教室の講師としてボランティアにも情熱を注ぎ、街中で慕われている人物だった。買い物をしていると子供からお年寄りまで彼に声をかける人が絶えなかった。そんなある日、買い物中に後ろから声をかけられ、振り返るとそこには妹の瞳がいた。うわーさより老けたねと輝く笑顔でからかってくる瞳。妹は東京の短大を卒業し、そのまま東京で生活しているはずだ。どうやらたまたま地元に帰省していたらしい。ねえねえ、隣のイケメンは誰？との質問に私が答える間もなく、瞳はケントに近づいて、どうもさゆりの妹の瞳です、よろしくね、と挨拶をしていた。ケントは、あ、妹さんですか、僕はケントです、さゆりさんとはいいお付き合いをさせてもらっています、と返答し、二人のその親しげな様子に私は少し不安を覚えた。瞳は常に自分が中心だと思っており、人を軽んじることを母に何度も注意されても一向に聞く耳を持たなかった。瞳の自己肯定感は男性からチヤホヤされるたびにどんどん高まり、自信の高さはもはや天井知らずだ。そしてケントをじっと見た後、私にこっそりとこんなことを言ってきた。ケント君、よく見たら見た目はまあまあだね。さゆりにはもったいないよ。まあ優しそうではあるけど面白くないでしょ。私はそういう弱々しい男は嫌いだな。そうやって耳打ちをしてくる妹。しかし瞳はその後にっこりと微笑んで、ケント君イケメンで優しそう、さゆりはいい人と付き合えて幸せね、と言った。ケントはお世辞に気づかずに照れくさそうに頭をかいた。そして瞳は私の腕に絡まりながらまた顔を寄せてきた。あら、本当にお姉ちゃんの彼氏は私に気があるみたいね。まるで鼻の下を伸ばして本能で生きる猿みたい。たとえ1000万円を渡されても彼のような人とは無理なんだけど。瞳は愛らしい笑顔で辛辣な言葉を吐いた。きっと私が怒りをあらわにすれば、瞳は涙目で被害者を演じるに違いない。実際瞳の暴言は私にしか聞こえておらず、周囲から見れば彼女はただの笑顔が美しい女性に見える。悔しいけれど、私にできるのは反応を示さないことだけ。瞳は生まれながらにして愛らしさを武器にしてきた。私はそんな妹に振り回されることが多く、昔からうんざりしていた。そんな折、小さな女の子が、あ、先生だ、と手を振りながら彼に近づいてきた。ゆかちゃん、足がすぐに治ってよかったね。
先生って本当に魔法使いみたい。女の子の母親もケントに感謝の言葉を述べていた。その優しさで多くの人を笑顔にするケントを見て、私は彼の優しさに救われる人がいることを再認識した。いやいや、僕なんてまだまだですよと謙遜するケントを見て、私は彼をもっと好きになった。一方で瞳は褒められるケントに嫉妬しているかのように鋭い視線で私たちを見ていた。この出来事がケントの本当の優しさを周囲に示すきっかけとなった。その後瞳とは会っていない。きっと彼女は東京で華やかな生活を送っているだろう。一方で私のお腹にはケントとの子供が宿り、家族が増えることに心から喜びを感じている。幸せになるんだきっと、とお腹を撫でながら自分に言い聞かせる。赤ちゃんの到来は喜ばしいが、まだ心の準備が整っていないという複雑な感情も抱えている。赤ちゃんの顔を見れば父親になる自信が持てるはず。それまで少しだけ待って。妊娠を告げた時、ケントは感動で涙を浮かべて喜んだが、完全に覚悟を決めきれていないようだった。私たちは名目上は婚約者と言えるが、実際はまだ確固たる絆で結ばれているわけではないようだ。私は感情的になり結婚を迫った。妊娠したんだよ、責任を取ってもらわないと困るんだけど。ごめん、でも大丈夫、絶対に結婚するから信じて。ケントは申し訳なさそうに言ってうつむいた。私は幸せになれると自分に言い聞かせるように毎日繰り返していた。妊娠が分かってからの3ヶ月間、ケントとの不安定な関係に耐えるのは辛かった。彼と一緒にいてもなんだか嫌な気分になるので、里帰りすることに決めた。実家では母と共に料理を作ったり、ショッピングモールでのんびり過ごすなど、穏やかな日々を送っていたが、その平和は突然終わりを告げた。もしもしお姉ちゃん。ひとみ、どうしたの？私さ、子供を妊娠したんだよね。え？ひとみからの電話とその内容に驚いたが、私は素直におめでとうと祝福の言葉を返した。だがひとみは笑っていた。さよりって本当に鈍感だよね。え？どういうこと？私のお腹の子、ケント君の子供だよ。つまりあなたのお腹の子と同じ父親だってこと、わかる？え？私は妹の発言にびっくりした。つまりケントとひとみは浮気をしていたということだ。まあしょうがないよね、ケント君が私を選んだんだもの。彼を大事にしなかったあなたが悪いのよ。ひとみは勝ち誇ったように言った。そして彼女があの高いマッサージチェアでリラックスしている様子が電話越しに伝わってきた。これ本当に気持ちいいわ、とひとみが漏らした。彼女は自身の勝利を確信しているようだ。いい？ケント君の子供を妊娠したからさ、あなたはもうこっちに帰ってこないで。私は妹の言葉に全てが吹っ切れた気がした。もうケントのそばにいること、その手をずっと握っていたいという願望から解放されたのだ。うん、あげるわ、どうぞどうぞ。むしろありがとうね。え？いいの？私と彼が結婚するってことだよ。お姉ちゃんだって彼の子供を妊娠してるんでしょ？本当にこんな好条件の彼氏をもらっていいの？ええ、もうケント君の料理も食べないし、マッサージチェアもいらないわ。私はきっぱりと言った。ケントから離れてみる勇気を出して、新たな一歩を踏み出す決意を固めたのだった。そう宣言するとケントのぬくもりさえ思い出せないほど心が冷え切っていくのを感じた。もう優しいケントに頼ることはない。瞳は私がもう心が折れてしまったと感じたらしい。ここで泣いていればまだ救いがあるのに、そうやって強がるからさらに悲惨だわ。きっとこれからもあなた孤独だろうね。それじゃ、私は金持ちで優しいケントと幸せになるわ。さよりは私たちを祝福して。瞳はそうやって私に挑発していた。しかし私は黙っていた。幸せそうな瞳に余計なことを言って気分を害する必要はない。結局彼女は自らの行動で自滅するだろうから。予想通り瞳の自滅はすぐに訪れた。宣誓布告からわずか1週間後、怒り狂った様子で実家に押しかけてきた。ケントは居心地悪そうに微笑みながら瞳に引っ張られてきた。私たちに家から出て行けって言ったってどういうこと？瞳は叫んだ。ああ、話を聞いたの？ケントが引っ越すって言ったからもっと広い家かと思ったのに、なんで狭いアパートなのよ。ケントを問い詰めたらさゆりが追い出したって言うじゃない。彼女は不満をあらわにした。しかしケントはただうつむいていた。妹が転がり込んだマンションの部屋は私の名義で借りたものだったからだ。
私がもうそこに住んでいないのだから賃貸契約を解除するのは自然な流れだろう。瞳は不機嫌な顔で、なぜ私がもう関係ないのに住み続けられないのか理解できない様子だった。契約者を変えればいいだけでしょうと彼女は言ったが、改めての入居審査が問題だった。なんで難しいの？それはケントの収入では厳しいからよ。私がそう言うと瞳は困惑しているようだった。え？どういうこと？私は豪華なファミリーマンションを借りられるほどの収入はないものの、それなりに稼いでいる。加えて会社からの家賃補助もあり、女性が社会で活躍できるこの時代に真面目に働いてきた結果だ。瞳はおそらく男性に依存して苦労知らずの生活を送ってきたのだろう。お姉ちゃんが借りてたってこと？家賃補助？仕事に打ち込んできたからってこと？でも結局ケントに捨てられてしまったわね。自分で稼がないといけないなんて。瞳は苦し紛れに私に悪口を言ってきた。しかしケントが瞳を養うほどの収入がないことは変わらない。あなたと暮らしてもケントの稼ぎだけじゃ生きていけないわよ。失礼ね。私がお金のかかる女だと思ってるの？さすがにお医者さんだったら十分に暮らせるわよ。瞳はどうやらケントを医者だと勘違いしているようだ。私は冷静に事実を言ってあげた。ケントはお医者さんといってもね、お人形のお医者さんなのよ。え？瞳はまた困惑してしまった。ケントはおもちゃの修理をボランティアで行っているの。仕事は物流倉庫で仕分け作業をしてるわよ。え？それってバイトってこと？ケントが高級食材やプレゼントにお金を使っていたことを瞳が指摘すると、収入の範囲内だよとケントは言った。だが実際は私の収入に頼っていたものだ。私たちが暮らしていた時、生活費は共に出していたが、ケントの使い方は計画的ではなく毎月赤字だった。そして瞳が妊娠したことで、ケントは両方大切にすると言ったが、彼が自分の行動の意味を理解していないことが明らかだった。日本は一夫多妻制ではないし、何より私は彼の財布ではない。瞳に手を出した時点で彼は私を大切にしていない。そのような人物を父親として子供に望むわけにはいかない。瞳は私の言葉を正面から受け取ることができずに固まっていた。単純に理解すればいいのに、余計な思考によってかえって混乱しているようだ。どうぞお幸せにね。あなたがもらうって言ったんだから、ちゃんとケントを引き取ってよ。瞳は顔面蒼白状態になっていた。そして実家に戻ろうとしたが、それは両親が反対した。姉の婚約者を奪うような最低な奴は娘じゃない。縁を切る。二度とこの家の敷居をまたぐな。そんな。親から見放されるという絶望的な経験は瞳にとってかなり辛いものとなっただろう。その後、瞳とケントは落ち込んだ様子で帰っていった。それから一応結婚して共働きをしていたそうだが、どちらも働くことが嫌いすぎて長続きしなかったようだ。そして彼らは毎日のように喧嘩をしていて、それは地域の人たちにも目撃されているらしい。ケントのいい人のイメージも崩れ、ボランティア活動をしても距離を置かれるようになったそうだ。そして瞳が浮気をしたことで離婚となり、現在は慰謝料を減額してほしいとか、養育費は支払えるだのと揉めるに揉めて、泥沼な離婚調停をしているらしい。一方私は両親と新しい家で幸せに暮らしている。数ヶ月後には元気な女の子が生まれ、両親にサポートしてもらいながら、私は一生懸命に働いて娘のことを育てている。この子が幸せな日々を送れるように、私は母親として頑張っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。